今回は、出雲、片護衛艦の前に建造された、大隅型輸送艦と、日向、片護衛艦から、出雲、の誕生までを詳しく見ていきましょう。護衛艦出雲に、F-35B ステルス戦闘機が、搭載可能になりやっと、航空母艦化が実現しましたが、日向、八重瀬には艦載できない理由があり、無人空母化で対応できるのではないかな。F-35B 戦闘機は、通常時には、宮崎県のニュータバル基地に駐機される予定です。離島も含め高い防衛能力により、抑止力は絶大ですね。日本は、周りを海に囲まれ、長大な海岸線を有する島国です。時代の移り変わりに伴い、その広大なエリアの防衛を担っている海上自衛隊の防衛としての進化が求められています。艦艇の装備の強化や進化が進められ、政治と連携しながら、その新たな環境や分野へ活動の領域を広げていくことが進められてきました。そのような状況の中で、海上自衛隊保有の艦艇では、ヘリコプターを搭載できる、出雲型護衛艦は、規模の大きさや、人気、知名度からしても、今大きく注目されているのが、1番艦の出雲と2番艦の加賀、ではないでしょうか。その出雲型護衛艦は、自衛隊の艦級では、ヘリコプター搭載護衛艦、DDH と呼ばれており、公式の分類では、ヘリコプター搭載艦駆逐艦として扱われているが、日本国外や一部の国内メディアや軍事評論家では、ヘリ空母、または空母そのものとして分類されています。出雲型は、先行して建造、配備された日向型をもとに、兵装を簡素化し、航空運用機能や多用途を強化し、基準排水量、全長などを1.5 メートル喫水 7.3 メートル、哨戒ヘリコプターを7機、輸送救難ヘリコプターを2機搭載しており、最大で14機のヘリを搭載できる。現在、海上自衛隊が保有している艦船、自衛艦での中では最大である。1991年に、自ら崩壊するまでの間ソビエト連邦が、日本の最大の仮想帝国であったが、この崩壊で、それまでは、北方からの脅威を対象としてきたが、近年では、中国の急激な経済発展に伴って、軍事活動を活発化させ、海洋進出が著しく、中国初の航空母艦、遼寧、2隻目の山道、3隻目の福建を相次いで進水させ、軍事力の強化を進めており、新たな日本の最大の脅威となっている。日本の防衛の要は、北方から沖縄県の尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面へとシフトしている。中国海軍のフリゲート艦が沖縄県から鹿児島にかけて南西諸島に沿うように東シナ海を北上するなどし、海上自衛隊が監視に当たっており、こうした中国海軍の艦艇の接近を阻止することも急務である。中国軍の脅威に対して、陸上自衛隊の地対艦、地対空ミサイル部隊を、石垣島や宮古島へと配備を進めたり、有事に対応する水陸機動団を進編するなど、南西諸島方面の防衛力整備を図っている。中国海軍による海洋進出への危機感が、実際に有事となり、南西諸島への攻撃があった場合、沖縄の那覇にしか使用できる滑走路を持っていない自衛隊としては F-35B を搭載した空母配備が完了すれば離島防衛に当たることも可能になり防衛能力を高めることにより抑止力の強化になると言える。そこで
アメリカのロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機である F-35 ライトニングには、短距離離陸、垂直着陸での運用が可能な B 型を含んでいたため、これを艦載機とする、出雲、型の航空母艦化を具体化させました。この艦載機ストブル、短距離離陸、垂直着陸 F-35 ライトニングに B 型を、現状で総数で42機調達する計画が予定されており、通常時には、宮崎県のニュータバル基地に駐機される予定の同機は、必要に応じて航空母艦化された、出雲、型に艦載されるでしょう。2024年度からの配備が予定されています。出雲、型は、当初から、ヘリコプターを多く搭載できるように、艦首から艦尾まで、平らな全通甲板を備えており、これまで、回転翼機のみを運用する仕様となっていた本艦を、艦載機となる、垂直着陸可能な F-35 ライトニングに B 型が短距離離陸、垂直着陸ができ着艦するときに、下方へ噴出する千数百度にもなると言われるエンジン排気熱から、飛行甲板を保護するための耐熱強化を中心とした、改修工事を行い航空母艦化される。出雲、型より先行して、1998年から3隻が就役した大隅型輸送艦も、大きな船体と見通しの E 全通飛行甲板で、ヘリコプターの発着も容易であった。さらに、2009年から2隻が就役し、多数のヘリコプターを同時に運用する能力を有するヒューガ型護衛艦は、出雲型のベースとなっています。大隅型輸送艦は、出雲型よりは、比較的小さな艦艇で、基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルで、海上自衛隊の艦首記号では、戦車揚陸艦、LST と呼ばれています。また、他国の海軍においては、ドック型輸送揚陸艦、LPD に分類されています。艦内に2機搭載する、エアクッション艇1号型、エアクッション型揚陸艇、L 脚を使用し揚陸します。航空機運用機能としては、全通式の飛行甲板を有するにもかかわらず、第4甲板の車両甲板を航空機格納庫として転用し、ヘリコプター用の格納庫やエレベーターはなく、必要に応じて陸上自衛隊のヘリコプターを搭載し運用しており、その際、エレベーターもローターブレードをすべて取り外す必要があり、エレベーターでの上げ負と飛行との転換に相当の時間を要する。また、航空機の整備能力も持っていない。このことなどから、ヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由があると言えるでしょう。このため、航空機の運用時は、航行しながらヘリコプターを発着艦させるのではなく、漂白もしくは漂白状態での輸送方式が前提となっている。隅型は、従来の輸送艦よりも輸送、揚陸能力が向上していることから、南西諸島の島嶼への攻撃をはじめとする、事態に実効的に対応するための水陸両用作戦能力を強化した、陸上自衛隊に新設された、水陸機動団の活動には欠かせない艦艇だと言える。そして、出雲、型護衛艦のベースとなっている、ヒューガ、型護衛艦は、海上自衛隊、初の全通飛行甲板型護衛艦である。出雲、型のおよそ 70% の排水量と、容積を持つ、ヒューガ、型は、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模で、広大な全通飛行甲板と、
大きな船体容積により、最大11機のヘリコプターを搭載でき、輸送ヘリコプターや救難ヘリコプターにも対応し、戦争以外の軍事作戦、水陸両用作戦の支援など、多彩な任務に対応可能である。このような特徴から、空母、ヘリ空母とされる場合もあるが、公式には、ヘリコプター搭載護衛艦護衛艦 DDH と呼ばれている。また、大型格納庫による多数機収容能力があり、通常は、哨戒ヘリコプター SH-60J または SH-60kg を3機搭載でき、飛行甲板には4機分のヘリスポットがあり、3機の同時運用が可能である。これに加え、輸送ヘリコプターの MCH-101 を1機搭載も可能である。格納庫には、1個護衛隊群に相当する8機以上のヘリコプターを収容でき、防火シャッターにより区切られている。兵装を最低限の自衛用として、近接防空ミサイル2機、高性能機関砲 20mm2 機のみとし、対戦用の兵装は、他の護衛艦に任せ、航空機運用に特化した、出雲、型と大きく異なる特徴として、ヒューガ、型は、16セルの MK41MOD22VLS、ミサイル発射システムが備わり、4セルに、防空用の ESSM、発展型シースパロー、艦対空ミサイルを、16発、残る12セルには、対潜水艦用に、対戦ミサイルが収容されている。対戦、対空ミサイルを発射できる垂直発射システムと、自身の装備で対潜戦を行える、強力な追戦、対空戦闘能力、新開発の C4 アイスターシステムを備えており、航空機に特化した、航空母艦ではなく、護衛艦としての能力も重要視されている。護衛艦としては、初めて、護衛隊軍司令部を収容できる規模の司令部施設を設置し、アメリカ海軍の原子力空母や強襲揚陸艦に設置されている軍事司令指揮所 TFCC と同様の機能も備えている。これまでも海上自衛隊としては航空母艦の保有を目指しており、ヘリ空母の建造も検討されていたが、政治的なせめぎ合いもありなかなか実現しなかった。まずは、護衛艦に哨戒ヘリコプターを搭載することとなり、春名型、白根型の第1世代 DDH が建造され、その後、第1世代の後継艦が必要となると予測されたことにより、ヒューガ、型が建造された。今では、出雲、型の2隻の改修工事が決定し、航空母艦化が実現した。航空母艦にとって、航空機運用において、最も重要な飛行甲板の導入にあたっては、積み型輸送艦でも、艦首から艦尾まで通じた、全通式の飛行甲板の導入は、行えていたが、ヒューガ、型護衛艦については、建造についての反発に考慮したのか？3種類の設計案があり、状況により進められたようです。案としては、それまでのように、艦の後部にだけ、大きな飛行甲板を設置する。または、艦の中央部に置かれた艦橋を挟んで、前後に区切られた飛行甲板とする。そして、今の全通式の飛行甲板に決定し採用されることになった。運用の面からも一番優れた案に決まり、出雲、型へと受け継がれ、時代の流れを感じますね。